最近もさ、LINE 溜まっちゃってさ、返さないとな。そうなんだ、あ、ねえ、エネルちゃん、いくよ。はい、チーズ。写真？なんで？だってエネルちゃん可愛かったんだから。めっちゃ可愛い、本当に。 SNS アップしちゃおうと。あ、ちょっと待って、確認させてよ。あ、ごめん、載せちゃったって。もうええわ。はあ、ゆめちゃん、そういえば SNS どんなのあげたんだろう。なにこれ、加工もされてないし、自分ブッサイクやん。これでさっき可愛いとか言ってたの？もう絶対思ってないやん、最悪。あ、SNS また更新した。しっかり加工されてるやん。これも、これもやん。ブサイクな顔乗せて自分可愛いですよアピールとかありえない。ねえ、ゆめちゃん、あのさ、一緒にさ、写真撮らない？あ、いいよ、撮ろう。本当に？じゃあさ、今さ、最近流行りのユーライクでいい？ユーライクめっちゃ好き。あ、本当に？めっちゃ惚れる。じゃあ、行くよ。撮ろう。はい、チーズ。早く撮れた？ちょっともう一回撮ってもいい？あ、いいよ、全然いいよ、撮ろう。もう一回撮ろう。行くよ。3、2、ちょっと待って。あのさ、もうちょっとさ、前来てくれない？なんかさ、一緒にさ、近くで撮りたい。あ、分かった、大丈夫です、分かったね、本当に了解。3、2、1もうちょっとだから、もうちょっと近くで撮りたいのよ。あ、分かった。ゆめちゃんの携帯で撮って。あ、これちょっと今ね、壊れてて、ごめん。小顔に撮りたいだけや。よいしょ、ゆめちゃん、じゃあそれ持ってあげよっか。本当に嬉しい、ありがとう。ちょっと待って、本2冊だよ。本2冊で重いとかありえないから、ちょっと持たんでええわ。痛、もう指痛めちゃった。むしゃん。お、ゆめちゃん大丈夫か？やっぱ持ってあげるよ。ゆうきくん、ありがとう。こんな軽いの片手でも持てるでしょ。なんでそういうこと言うの？もうブリブリ可愛いかぶっちゃって、効果音までつけちゃって、なんなの、ブリっ子うざすぎ。えなりちゃん、何してんの？別に何もしてないよ。ねえ、私さ、口がないからさ、何でも教えて。本当に？でもゆめちゃんさ、口軽いって噂だけど。もう誰がそんなこと言ってたの？私は人のプライバシーを守る天才だよ。えなりちゃん、何してたの？それで。分かった。じゃあ誰にも内緒だよ。授業中眠ってたらお漏らししちゃったんだよね。それでちょっとどうしようかと思っちゃって。声変わりすぎじゃね？
ねえねえねえ、えなりちゃん最近どうなの？最近？あ、聞いてよ。何？あのさ、彼氏がさ、もう全然会ってくれなくて、なんか私は毎日でも会いたいし電話もしたいし、でもなんか会うっていうか、もう私は彼氏のことを思って、え、あ、ほら仕事とか忙しいからさ、でも遠慮してるわけよ私は、うん、なのになんか全然もう時間も合わないし、もうなんかそれがなんか辛いっていうか、もう最近そういうのが積み重なってきて、なんか逆に私のこと嫌いなんじゃないかな、会いたくないんじゃないかなって思ってきちゃうんだよね。でも彼氏さんのことを思ってるえぬりちゃんはすごいよ。ああ、ゆめちゃんだけだよそんなこと言ってくれるの、ありがとう。ああ、それにさ、あのさ、昨日さ友達と電話してたんだけど、もうね、友達の愚痴が多すぎて、もうなんかさ深夜にずっとずっと聞かされてさ、もうなんかもう耳障りっていうか、もうさ、もう疲れるっていうか、もう辛い。だからさ、なんかさ、もうそうやってさ愚痴があるなら本人に直接言えばいいのに、なんで私にさこうやってぐちぐち言ってくるのか、もう本当おかしいよね。もう本当に無理。お前もな。最近元彼から連絡来るんだよね。え、なんでなんで？なんか久々に電話したいとかご飯行きたいとか言われて本当に迷惑。あ、でも確かにゆめちゃんは今彼氏がいるからさ、まあ行くのはやめといた方がいいかもね。でも私断れないタイプじゃん、だから行くことになっちゃって、ね、え、行くことになったの？それって2人で行くの？まあね。え、2人はさすがにやめといた方がいい。今だって彼氏いるし、ご飯とかやめといた方がいい。嫌ならなおさら。え、でもご飯行くだけだからまあ大丈夫でしょ。え、でも嫌そうだよ顔。行くのやめといた方がいいと思うよ。いやー、でも決まっちゃったから。言ってることとやってることわけわからんやん。ねえ、私昨日夜にご飯食べちゃって。え、ご飯食べたの？え、何食べたの？カップラーメン。カップラーメン、まあそれは確かにやばいかもな。やばいでしょ、カロリー高いし太りそうだし、あー、もうどうしよう。なんでまずそんなん食べたの？だってすごくお腹空いてたんだもん。あのね、昨日もダイエットしてる人に怒られて。でもすぐ食べたまえ。うわー、いや、ね、その言葉あえて言わん方がええで、嫌われんで。キャハン。あれ、ゆめちゃんなんかその服めっちゃ可愛いじゃない？え、どこで買った？え、ほんとにこれ最近トレンドのプチプラ店で買ったの。めっちゃええな、可愛いなそれ。へえ、人気者のゆめちゃんが着てた服、プチプラ店。あ、ゆめちゃんおはよう。え、ゆめちゃんおはようって女子とお洋服一緒じゃないですか。あれ本当だ。あの、これ、ね、どこで買ったの？お、これあのね、これね、プチプラ店っていうところで買ったの。トレンドですごく可愛いんだよね。ゆめちゃんさ、俺昨日も撮ってんけど、髪の毛もめっちゃいいよな。あ、これ、うん、プラプラ美容室で染めたのをインナー入れちゃって、あとね、これもね、今めっちゃ流行ってて、つけちゃったの。あ、それもめっちゃいいと思ってた。かわいいでしょ。めっちゃかわいい。お気に入りなんだ。へぇ、プラプラ美容室にリボン。ゆめのことばっか真似してる。
何なのあれ、手柄横取りして。俺そういうやつマジ無理なんだよね。え、ゆめちゃん可愛いんだからさ、まあ人気者になりたいのはわかるんだけど、まあ私の真似をしなくても大丈夫じゃない？いやでも私の真似するのやめてくれる？それを自分の手柄にしてるのもすごくムカつく。